私たちが今来てるのは台中の有名な親子レストランです。入り口にはかわいいカタツムリの人形があり、隣は子供が遊べる砂場があります。家族で一緒に食事ができる、とてもいいところです。中に入ると中はとても広くて、地下室から2階まであって、奥の人が食事をしています。今見ているのがメニューで、中にはピザ、パスタ、リゾット、そしてデザートなどいろいろあります。今日私たちが注文したのはこちらの看板メニューで、トマトソースシーフード風スパゲティです。わあ、スパゲティが来ました。いい香りがします。中にはたくさんのエビが入っていて、イカやアサリ、いろんなシーフードが入っていました。本当に美味しいですね。口当たりがとてもいいです。口の中はトマトの味があって、とても美味しかったです。チーズはここには、他にも美味しい食べ物がたくさんありますが、残念ながら今日はこれだけしか食べられませんでした。今も台中に来たときは食べに来てはいかがでしょうか。